俺がリスを監視してるんじゃない。リスが俺を監視してるんだ。はい、どうも三人称の鉄塔でございます。ではナッツ続きからやってまいりましょう。前回は、このリスを監視するという仕事についてはよいものの、リスが餌を集めていたところからダイナマイトが見つかったみたいなね、そのところからのスタートですが、タブキーで何かあるな、メモが。ニーナにファックスを送ってここにいることを伝えよう。メルモス鳥獣保護区日々。ニーナにファックスを送ってここにいることを伝えよう。まずはこれをファックスするところから始めるということなんですね。ファックス電話です。ちょっと感度高いな。はい、もしもし、サイモンに送ってもらったのね。よろしい。彼は誰よりも働き者よ。食いしん坊だけどな。彼が毎日森を早めに出るのは閉店後のレストランの掃除に行くためだって。知ってるかしら。とにかく2人ともプロジェクトの成功に全力で取り込んでくれているようで嬉しいわ。それで次の仕事を頼んでいい？あなたは今別のリスの生息地にいるわ。妊娠してると思われるメス。彼女が冬の備えをどこに隠しているのか知る必要があるの。ちょっとこのまま待ってて。監視対象が違うんだね。なんか届いたよ。これで全部ね。今ミッションの指示書を送って機材を調整したわ。それと GPS にリスが最後に確認された場所をマークしておいたから。あなんすぐ切るのやめてよ。じゃあねとか一言欲しいけどね。なるほど。前回の、これはもういいのか。あれはさておき、ダイナマイトはさておき、またやらなきゃいけない仕事はあるっていうことだね。リスの隠し場所を探す。この地域のリスは毎晩同じ場所を訪れる習性がある。データ分析のためリスが隠し場所に到着した時点の写真が必要です。リス追跡、通り場所にカメラを設置、リスと隠し場所が一緒に写った写真を撮影。やることは同じだな。なるほどなるほど。まあじゃあとりあえずダイナマイトのことは気にせず続けていけばいいんだね。ゴミ箱。じゃあまあ行きますか。特に変化もないよね。行きます。お、サイモンのやつ今回はリンゴ食べてないんだな。でもあるよ。つまんない新人くん、性能のいいカメラは全て地下追跡部隊に事前に抑えられていたよ。あいつらはそういう連中なんだ。でもこれらの低予算カメラも十分役に立つはずだ。俺もサクカにマスの調査で使ってたよ、サイモン。おい、鹿部隊にやられてんじゃねえかよ。なんでだよ。ちくしょう。あ、なんだ、ライト。いや、違うか。なんかちょっとカメラでっかい気がするけどな。カメラが3台。プラス、あ、なるほど。ブラム缶が1個ね。これをだから、ここか？わー、すごい。なるほど。これで1個増えたわけだ。このカメラを使ってやっていきましょうと。場所も確かに変わってるね。こんなところじゃなかったな。へぇ。なんでトイレットペーパー、これ、俺のトイレなのか、ここひょっとして。そうなのかもな。はぁはぁはぁ。あサイモンのやつちゃんとここで食ってたわ。しかも3つ。置いてくなよな。でも自然に帰るからいいのかな。じゃあまあ、とりあえず、2カメか。1カメ。どれが1カメ？これ1カメか。その、リスが目撃された地点に行ってみますか？この裏手なのかな？随分鬱蒼とした山だが、どこだ？ここか。ははーん、なるほど。ここにいたんだ。で、ここからどう出てったかっていうことね。ってことはまず一発ここを押さえなきゃいけないのか。右行く可能性も左行く可能性もある。でも大体ね、これこっち側行ったんじゃないかなって思うんだよね。だから、まあ、こう？ここから出てきたでいいんだよな。はい。で、2カメ持って、こっちの奥、進んでたか。ここ行きそうだね。ここ行きそう。ただ、
こっちも行きそうじゃない？なんか小石とかあるよ。いやーこれは、ああ上もあるし、いやこれちょっと大変だな。まあそうね、ここかな。こうしてこうしておけば左側に行ったか、まあ、真ん中に行ったかっていうのは抑えることができる。うん、出た。まあ、さらにこっちに行った場合を考えて、こうかな。これちょっと違うかな。3番だけ攻めるか。3番これめっちゃ攻めていいっすか。リスの気持ちになる。クンクンクン。こっから出てきてクンクン。右にはなんかあるから行かない。まあ、当時はなかったのかもしんないけど。そしたらこっちに行くクンクン。で、このまま奥へ行った可能性ってあるのかな？ありそうだぞ。うわ、なんだ？フェンスか。これ以上立ち入り禁止なのか？そうだ、こっちは来てないだろう。だとするとこっちだな。よし、超絶攻めの3番これでいいでしょう。3台あるとはいえ3台以上欲しいな、やっぱりな。まあまあ文句を言わずやっていきますか。では録画の確認です。ポン、夜1。さあ、まず穴蔵から出てきて、あっ早速穴蔵から出てきてます。え、うん、このまんま止まって、あー一番の奥側へ行った。はい、見えたね。ここから、え、マジか。2番に一瞬映った以外映らない。どこにも映らなかったな。3番にはまるで映ってない。こっち行ってないんだ。1番のこっち通って2番のここで消えたか。ここまではいる。これで消えちゃった。2番の手前の岩の裏か。いや、これは、やられたな。綺麗に外された。くそー。いや、やっぱリス読めないな。2番の、だ、この裏行ったのか。ここ通ったんだ。くっそー。まあ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 、でも。ここね。ここ抜けたのか。じゃ、とりあえずで抑えるべきか。ここ抜けたリスが、こう行って、こう行って、うわ、これむず。いや、でもこっち行けないな。ここに行った。逆側だね。ああ、回った可能性も否定できない。奥へ行って、ああ、フェンスの方なんだ、これ。なるほどな。1番のカメラ、ここで良さそうだね。もう、ここ抜けてくる前提で、いいんじゃないかな。とりあえず3番回収しましょう。死には来てないっていうのはでも有力な情報なんじゃ、ああ、なるほど。いや、でもこれはね、3番に映ってないっていうのは逆にこれね、めちゃくちゃ有力な情報なんですよ。そうなんです。だから、
とりあえずこれこういってと取って まあここ抜けたでしょうとね。一番はうん、一番でこの抜け、あ、抜け先、抜け柵をチェックしといて、どっちに行ったかだな。リスの気持ち難しいが、リスの気持ち考えろ。リスの目線になれ。そう、しゃがんでまずリスの目線になる。すると見えてくるのはなんだ。岩、草、木で、あっちには行ってないの。ってことはこっちじゃないのか。上がった可能性あるね。ここから来てこう上がった可能性あるんじゃない。うん。ってことはこう押さえちゃいますか。うん。で、上がっていった先と。何だろう？うんうんうん。こっちに戻った、上を通った可能性もまああるか。ぴょんこぴょんこ跳ねていったかもしんないけれども、こっちに行ったんじゃないかい？で、どちらへ行ける？そんなに行ける先はないね。あー、そんなに行き先ないぞ。とりあえずこう押さえとくか、広めに。上がってきたなら押さえられるはず。よし。いやー、でも上がったのかな。ここぴょんこぴょんこ超えた可能性もあるけどな。で、戻っていったみたいなね。いや、可能性あんな。やっぱり3番攻めましょう。3番は、この上ぴょんこぴょんこ超えた可能性俺あるんじゃないかなって思うんだよ。ここ押さえます。超攻めの3番。よし。リストの知恵比べじゃ。いくぞ！それ！夜に。チェックしましょう。穴蔵から出たリスが左から回ってきて、1番。この奥へ消えるはず。ちょっと待って待って。いたけど、これどういう、どっから来た？なんか下から出てきたな。てかさ、俺、3番にちょっと映った気がするんだけど。何かが。なんか今通ったよね。3番。3番の下を通ったな。3番の下を通って1番に出てきた。うん。なんだろうな、これ。3番、この左側で行くと3番のこの辺を通って1番に来たのか。じゃあここを通り道なのか。はあ。1番飛んで、うわ、その後何にも映らないか。逆に2番に映らないのか。1番の上飛んでどこ行った？わあ、なるほど。1番の岩の上を飛んで、さらに上の奥へ消えたんだ。わあ、これ読めないな。すごいな、畜生。リスに負けてる。ヒルさん。なるほどね。いや、これはすごいな。想像もつかない動きしてるリスが。1番のカメラのこの岩の裏だ。この岩飛んで上行ったよね。上行ってたよ。下行った可能性もあるから、とりあえずこうか。ここにピョンって飛んで
上乗ったよね、多分。ピョンって。で、こう行ったんだな。だから、上行ったか、下行ったか、わからない。その俺をこのカメラで抑えられるか、まあ、ギリギリ抑えられるかな。うん。で、2カメ。上行ったリスが、まあ、例えば、ここぴょん。いや、でもここぴょん、ここは無理だろう、リス。ってことは、降りたな。降りた。降りて、岩へ乗る。岩へ乗る、岩へ乗る。降りる。岩へ乗る。うわぁ、難しいな。ちょっとこんな感じで、押さえとくか。で、3カメ。3カメ、最初に通ったの見えたんだよね。この辺通ってたんだね。多分この辺を、通ってたんだ。3カメはやっぱり攻めていきたいね。うん。リスの目線。あ、なんだ、木材置き場があるんだね。材木、これ材木通っただろ。こんなところにこんなものがあるなんて。完全に材木通ってますね。リス通ってくれるかな。これでもう堂々とこれ材木移します。超絶攻め、材木の3番、攻めの材木。よし、勝負だ、ゴー。ヨルスさん頼むぞ、映っててくれよ。1番に出てくるはずなんだが、下から、あっ、まず3番に映った。材木の3番、まず3に映るな。あっ、こっから出てきてるぞ、スルリと。なるほど、そこに帰っていくんじゃないか、じゃあ。わあ、かわいいね。ああ、ここ来た。あ、出て、おっと。3番通ったら1番から出てきたな。同じリスか、ほんとに。ほんだ。あ、ここに着地するんだ。え？奥へ消えて。3番のでもこの材木の中は気になるね。追い詰めてはいるぞ。切るよ。確実に追い詰めてる。2番には映らずか。うん。とりあえず、まず、最後、1番のカメラで、最後どこへ消えたかっていう話なんだけど、1番のカメラの、ここ登ってったのか。登れないと思っていた、ここ登ってったんだ。ここから登ったのか。上行ける俺。さすがに無理か。この辺だな。え？どれだ？一番があったのはあそこだっかな。あ、テントがある。なんだあのテント、人が住んでたのか。この裏飛んで、多分こんな感じで、意味のなかった2カメはこの下か。なるほどね。あのテントなんだろうな、気になるね。近づいてみようか。確実なる人工物だな。うん、ただそれ以外はわからない。ここに来たのかな。どうだろう。どこを押さえるべきか、ちょっと2番難しいね。
まあ、逆にこの向こう側を押さえとくってのありかな。この岩、岩からどう動いたのかが分かるかもしれない。そして注目すべきはこの3番のカメラ。これがここから出てくるリスを目撃したんだ。ってことはこの中に入っ、あ、テープだ。テープが落ちてた。今日は冷静さを保とうと努力してる。息を吸って息を吐いてセクション B9 を歩き回っている。ここをメルモスの聖域と呼ぶことにした。神聖な場所って感じがする。リスたちはここが好き。残念ながらパノラマ車、奴らは木を切り倒し始めた。ダムの足場にするのに木材が必要なのかも。私は何人かの作業員に会って、彼らは許可を得ていないし許可を得られないと説明しようとした。彼らは肩をすくめるだけだった。社畜の群れだわ。マスコミの知人は私の電話に折り返さなくなった。多分私をイカれたリスマニア女だと思うようになったんだ。それでもパノラマ社のふざけたダム建設を阻止したいと願っている。私の調査が功を奏することを願っている。ただまあこんにちは、おちびちゃん。リスに会ったね。ここでこのボイスレコーダー、今のテープの持ち主はニーナなのでは。声が同じだったような気がするんだけど、ここで出会った。リスは、ここを抜けたな。この木の間を。こう。うん。ダム建設の連中がここを切ってて、ニーナはそれを確かめてたと。いうことなんだね。なんかこうなると、ダイナマイトってニーナなんじゃないのって思っちゃうけど。そんなこともないか。だったら調査なんてさせないか。自分の手で調査すればいいもんね。出ちゃう。ちょっとわからないな。まあとりあえず今俺はできること、あ、ちょっと待って、写真をニーナに送ってみるか。これなんか反応があるかも。お、電話あり。もしもし。リスが映ってないわよ。期待してなかったか。ほーん。このキャンプの写真にはあまり興味がなしと。なるほどね。OK。じゃあ、見てみましょう。夜4。さあ、チェックだ。あ、早速。いや、やっぱこの木の、なんつうの、この木の穴？穴ぼこから出てきたんだ、リス。それは分かったな。出発地点は分かった。で、ぴょこ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 飛び跳ねて、中に入っていったと。ただ、あそこが見たいわけじゃないんだよね、多分ね。視点が分かっただけか。あ !2 番の奥側から、こっちにキャンプのテントがあったところだな、多分な。ん？そうだよね、多分ね。まあでも、とりあえず2番には映っていると。お2番に移って1番にも移ったな。え？お！リスは2匹いた。なるほど。リスは2匹いたんだ。わっ !3 匹いた！リスは3匹いた！なんか周回してるリスが。終わり？ 1 番。これを日誌に貼ると。うーん、ページを変える。 OK。 じゃあこれを送ればいいかな。 GO！ 早い。もしもし。わ、驚いたわ。普通こんな数で集まることはないんだけど、なんかの集会開いてたね。実のところあなたに収集をお願いしてたデータよりもはるかに興味深いわね。まだこれが何を意味するかは全然想像もつかないけど。そうね、他の2頭がどこから来ているのか調べる方法を考えてくれないかしら。もし彼らの出発地点が分かれば、今後の調査のためにそれらをシステムに追加できるわ。他の2頭、どれが他なんだ。俺の見つけたこの、3番に映ってたこの木の
こいつは違うのかな。送ってみようか。あ、すぐ出る。もしもし。それが出てくるんじゃないかって思ってたわ。やつらは私がいた頃、この木のエリアをなんとかかんとか。あ、木の丸太に関して言ってるな。違う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 。木に関してじゃないんだよ。私たちとリスたちのおかげでね。それと、もう一頭は追跡してみた？なんか、めっちゃ怒ってたな。もう一頭ってどれだ？黒いやつかな。昼後。なかなか大変だね。これ何なんだろうな。もうちょっと近場で撮っとけばなんか反応があるかな。うん。ついでにちょっとキャンプの写真を送っておくか。お？電話だ。もしもし。私だけどちょっと妙なことを発見してね。誰かに話したかったのに。妙なこと？サイモンは電話に出なかったし、例えて言うなら彼は鳥かごの中で一番おしゃべりの鳥ってわけじゃないしね。今回の調査は資金がかなり潤沢なのよ。うん、15年前とは比べ物にならないほどお金を使えるの。別に大金持ちになれるほどじゃないけど、少なくともあなたを雇えるくらいにはね。だけどそれはピア語が気前よくなったからじゃなかったのよ。出どころ不明の出資を受けてたことが判明したわ。出所不明。出所不明の出資。うん、私の上司はこれ以上の情報は教えてくれなかった。でもとにかく怪しいわね。私は、ええ、悪い意味で怪しい話じゃないことを祈ってる。パノラマ社のダム建設を止めたがってる誰かがいるとか、そういう話もひょっとしたらなきにしもあらずだが、とりあえずこのこれ送ってみる。ほら、もう切らしてくれ。わかった、ごめん。わかったわかったわかった。もうリスが映ってなきゃダメなんだな。わかったわかった。ほら、し、飛んだ。わ、すごい飛べるんだ。それが飛んだところが、見てください、一番に映ってます。すごい飛んでる。ムササビみたい。昼6。しかし今回はあれだな、岩に登ったりなんだりでかなりの重労働を強いられてるね。これで給料安いだなんてっていう感じだけど、やりがいがあるらしいし、やりがいを搾取されている気がするが。昼7。1週間が経ってしまったか。今回かなり難しいですね。昼9。いや、だいぶ日数経ってる。わあ、とうとう2桁に行ってしまった。3番に移ったな。3番の手前から来ました。はい。え、2番に移って1番に移る。あー、いい。チェックメイトだな。ほぼチェックメイト。3、あれ ?3 番の足元って、待って待って待って、3番の足元となると、え、俺のあの、ここから出てきてる？キャラバンから出てきてない？これキャラバンから出てきてることになるけどな。まさかそんな大胆だ、そんな大胆不敵な俺が勝ってるのか。あれはむしろ俺なのか。あの黒いリスは俺が具現化した形なのかもしれない。夜な夜な俺はリスになっているのかもしれない。カフカのカフカの変身よろしく。俺は夜な夜なリスになっているのか。とりあえず3番の真裏に足元に置くか。むしろ俺が寝ているところそんなことできるかな。むしろこれさ、こうなのでは？これ、可能性ない？俺だったっていう可能性。俺映るかな？これで行かして。ゴーいない！ほら、見て。俺はじゃあどこで時間を潰してたんだ？一個無駄にしたか？1番と2番同時に映ったなぁ。キャラバンの右側から回って出てきてる。動きはなかったね、俺の。俺の怪しい動きはなかった。ここをまずね、クリアしていかないとちょっと、自分のこと信じられないか。え、それってここじゃないの？もしもし？あ？え？
なんだ、俺は今まで一体何の時間を過ごしてきたんだ。うわー、変身しちまう。というわけで一旦休憩します。休憩。はい、というわけで改めまして鉄道でございます。まさかね、私が、がむしゃらに追いかけてたリスが全然目標じゃなかったということで、あまりなことに一日空けてしまいましたけれども、ということで、なんかセーブがね、まあ進行状況としては他の2頭のリスの家を見つけられるかなというところまで来てるんですけども、なんか撮った写真とか全部どっか行っちゃったみたいな、そこまではセーブされてくれないんだなという感じですね。じゃあ気を取り直して残り2頭見つけますかね。お、あ、見ました。今やっぱここに住んでたんだ。テントに住むんだ。へえ。これじゃダメかな、2番のカメラ。なるほどね。ここを押さえれば、まあ、次の日にはいけると思うけど、これで OK 出ないかな。はい。もしもし。What is that? 俺、これ送ったけどね。テント前に送ったけどな。リスがいなきゃダメなんだ。でも今はリスに占領されてるわ。もっと近づいてみるには高すぎるかしら。でもあそこに何があるか気になるわ。いずれにせよ、これで2頭とも確認できたわね。よくやってくれたわ。誇りに思うわ。サイモンが迎えに来る前に休んでおいて。あのテントも何か意味を持つんだろうか。ちょっとわからないけれども。お、昼市。また新しいショーが始まったという考えでいいのかな？沼地の溝。沼地の溝が始まりましたね。はあ。なんだろうね、やっぱ人が長らく住んで何かをしてたんだ、暮らしてたのかな、あそこで。それとも何か観察してたのか。とりあえずこのいつも通りこれをファックスすることを送ればよいと。はい。で、電話がすぐ鳴る。お？電話は鳴った鳴った鳴った。はい、もしもし。今ファックスした記事を読んで。そのゴミクズをどう思う？パノラマランドは森林を尊重するですって。地獄に落ちろよ。奴らがどんなゲームしてるつもりか知らないけど、徹底的に叩き潰してやるわ。なるほど。でも見て、左にあるなんとか号の建物が見える。あなたのいる場所のなんとかかんとか GPS にマークするか、写真と同じ。 なんだこれ。ちょっと読めない文字が出てきたな。難しそうな。あなたがその仕事にかかってる間、私はあの茶番記事の件で電話をかけてくるわ。はあ。よっぽどなんか起こったことがあるけど、なんかあるね、確かにね。これなんだろうな。なんかでも、ファックスしてすぐ電話がかかってくるとさ、監視されているのは俺なのではっていう気になっちゃうよね。リスを監視している俺が監視されているのでは。延滞号。さっきの分かんない漢字は延滞号っていうらしいね。延滞号は装備や物資、人員などを敵の攻撃から守るための施設。トーチカみたいなものなのかな。延滞号、延兵号とも呼ぶ。へえ。というものがあるらしい。つまりなんか軍が関係していた施設なのか、これひょっとして。そうなのかな。スポークスマンプロミス、パノラマランド will respect the forest。 はー。で、これに対してめちゃくちゃキレてたと、ニーナがね。なるほど、まあ、とりあえずこの場所を探しましょうってことだな。沼地に木が生えてるところか。うん。え、今回リスは関係ないのか。なんか3箇所ぐらい×印があるけど、俺は何をすればいいんだ。サイモンからの手紙はない。あ、あった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 。調査員くん。ああ、調査員くんだ。もう新人くんは卒業だよな。確かにもうかなりの日数が経ったからね。通ってきたあの橋のデコボコはひどいもんだったな。まるで死の罠だ。あのラムシェのせいだって何度も何度も公園管理者に手紙を書いているんだが、ああいう古い道路は奴らの大型トラックが走れるようにできていないんだ。ここらインフラ整備をしないと、そのうちひどい事故が起こって大怪我する奴が出てくるぞ。
もうそうなったら手紙を書く以上のことをするさ。例えばダイナマイトで奴らの車を爆破してやるとかね。プププサイモン。これはなんかどっかに電話した方が、しかるべきところに電話した方がいいのでは。計画、犯行の計画だったのではないだろうか。とりあえず俺はなんかリスを追いかける、リスがいるのかな。あの延滞号、延滞号を見つけるのが先なのか、何が先なんだ。なんか沼地にこういろいろかかってるけど、なんかいろんなものがさ置き去りにされてない。いいのかこういうのがあって。とりあえず罰印のとこ行って、うわえなんだこれ、アスレチックっていうわけじゃないよね。勝手にこんな、あ、なんかあるぞ、建物だ。毒の沼地とかじゃねえよな。なんだろうこれ、あ、でもこれを取ってみたいになってるね。押さえとけばいいのか。こっからリスが出てくるのかな。普通に写真も撮ってみようか。ニーナはこの写真の延滞号が近くにあるって言ってたんだ。これじゃないのかな。ここに行くことはできなさそうだけど、延滞号なのかな、ちょっとわからないね。まあカメラは罰印のとこに置いて、わあ、あ、ここにもある。なんか、あ、これも罰印がついてるわ。これは一体アスレチックでないとしたら、ここで人が暮らしていた場所、それにしちゃ不自然だよね。一体この沼地は何なんだろう。ただ人が歩けるために橋が架けられているのは間違いない。あ、またサイモン結局ここで蓋作ってる。なんだよ。とりあえずじゃあ、なんかあの建物を取っておくか。なんか鳥の巣みたいにも見えるけどね。こいつらを取っておけばいいのかい？よっ。まあこんな感じ。一応写真も撮った。ただ沼地のあの新聞記事のやつではなかったね。もともとなんかの遺跡群だったりするんだろうか。ここが何なのかよくわかんないね。沼地の水、次が、この先か。これは岩か。え？岩の先行って、あ、これかな。あ、これっぽいけど、なんか向こうにも変な建物があるね。なんだこれ。写真撮っておくか。同じ場所の写真を撮らなきゃ。これでいいのかな。ついでにカメラもここに置けみたいな。これはなんだ。これ以上はいけないけど、なんか作ってるな。建設中かこれ。スタジアムみたいに見えるけど、ダムかな。これがダムかな。ダムかもな。え？この上はいけないから、まあ、こんな感じで撮っておこうか。これちょっと聞いてみようか。はい。もしもし。信じられない。
れはそんな、まさか。あのシネの木は樹齢100年以上だったのに。あ、刈られちゃったんだ。まさか、あいつらダムを作ってるの？もう？かなりできてたよ。これは絶対におかしい。完全に腐り切ってるわ。私は奴らを絶対逃がさない。めっちゃ怒ってるね。オッケー。深呼吸よ。やるべきことがあるわ。すぐに取り掛からないと。あなたにできる一番の協力は仕事を続けることよ。調査を完了する。私まだショックで、でもやるべき仕事があるわよね。OK。やり遂げましょう。このリスが辿っている正確な通り道を特定する必要があるわ。あなたにはそのリスの特定の決まった時刻の写真を何枚か送ってほしい。決まった時刻。詳細はワークシートを確認してくれる？私は作業に戻るわ。ええ。地獄の炎をもたらすためのね。地獄の炎はつまり爆弾、あるいはナパームのようなもの。恐ろしい。ニーナ、何をしようとしてるのか。インターバル調査。今度は何が必要か分かる？このリスが湿地帯をどうやって移動するかについての具体的な情報よ。何枚か写真を送ってくれる？具体的には時間が0時10分、20分、30分、40分、50分、1時のものを送ってほしいの。カメラでリスを追跡。リスの通り道にカメラを配置。指定された時刻にリスの写真を6枚撮る。写真を正しい順序でニーナにファックス。迎えが来るのを待つ。はぁ、ちょっとなんか違ったな、やることが。とりあえずじゃあまずリスがどこからどこへ向かっているのかっていうのを知らなきゃいけないんだね。まあそれを知るためにもまずはこのじゃあ半合体じゃなくてなんだっけこれ円体号か、円体号にセットしたのでやってみるか。チェック。夜市。さあ見ていきましょう。リスはどこにいるでしょうか。なるほど、時間が出てるね、ここにね。ただリスは、リスは映らない。あ、2番に映りました。2番の延滞号のところに22分に映った。上から来たか、このリス。登ってきたんだな。左から登ってきてる。2番の延滞号の左側から登ってきて、上乗ってる。え？ここに飛び乗って、上へ行った。これは25分の出来事。これが分かっただけでも、でもだいぶ違うね。結構時間も長いな、今回は、録画が。ただそれ以外は映ってないかな。今回は一匹って考えていいんだよね、多分ね。1番3番ともに動きはなしか。なるほど。20分に2番。これだけが分かっただけでもだいぶ大きな収穫だな。うん、オッケー。じゃあまあ2番のカメラを起点にいろいろ考えていきましょう。ダムでももうほぼほぼ完成してたよね。これはもうだってマイトで行くしか、マイトで跡形もなくする以外に取れる方法はなさそうだけどな。ダイナマイトがある場所はもうニーナ知っちゃってるんだよね、恐ろしいことに。とりあえず2つのカメラを近くに置いてと。1番の、違う、2番のカメラの左側、ここを通ってきた。ああ、ここ上がったんだな、多分な。うん。だから、まずは2番のカメラは、ぴょん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 。これが25分ぐらいだから、20分ぐらい、この辺にいるんじゃないかな。多分。こんな感じ。うん。で、
それよりもさらに前にどこにいたかというと、ここを通るとかもあるかもね。こういうなんか穴通るの好きそうだけどな。かなり幅広く撮っておくか。G1 のカメラ。うん。まあ、こんな感じで広く撮っておくと。3番のカメラ。10分、20分、30分。3番のカメラは30分ぐらいを撮りたい。この木の上に乗って、こっち行ったから、で、この木で伝ってここまで来る。さらにとことこ歩いて行って、こっちの方に向かってるんじゃないかな。まあ、こんな感じで撮っておけばいいか。うん。いざ、チェック!夜に。スタート。10分ぐらいで、あ!いたね。一番の奥。あ、10分ぴったりにここに入った。この中に10分ぴったり。ふん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 。ってことは、この中をまず押さえる必要があるね。ぴったりに。オッケー。13分の段階で2番に移る。なるほど。ってことは、20分の段階は、正面から映すので良さそうだよね。うん。OK。え ?30 分の段階。右上3番には通らないか。もうちょっと細かく見る必要がありそうだな。40分の段階で戻ってきてる。2番のところに戻ってきてる。進んでないんだ。へえ、これは大きな情報を得たね。あ、で、1番のここにいる。左に行った。10分でこの土管、20分で建物、30分目が分からなくて40分目でこの2番の左側で、50分目で1番の左側、それで良さそうだな。なるほどね。 OK。 いや、これはでかいですね。とりあえず50分の段階でここら辺を通って向こうへ行ったね。50分、この辺だな多分最後到着地は。まあ、とりあえず、まずは。まあ、間違いなくここを通ったということで。1番はこれでよしと。で、2番は、40分ぐらいにこの辺なんだよな、多分な。でもまあ、とりあえずこの建物を押さえちゃえば良さそうだよね。上行けるのかな?さすがに、あ、いや、行けるな。上行けるね。こんな感じで来れるかもしんないな、2番。で、3番が分かんなかったんだけど、まあ、まずこっちに来てないということが一つ有力な情報なのと、戻ったんだよね。こっちに来て、なんだか知んないけど、裏手に戻った。3番。こんな感じで映しておこうか。広めに撮っておこう。よし。とりあえず、1番、2番は抑えられるんじゃないかな。10分、20分。これで。そう思っているが。が、夜さん。スタート。来ました来ました。1番、10分の段階ちょっと見えない。
あ、見えた見えた見えた、これいいよね。まず1番、オッケー。うわ、かわいい。11分。え、2番に、あれ、あ、ギリギリ、これギリギリ20分、オッケーだよね。うん、21分でここに来ちゃうんだね。飛んでった。で、3番、これはね、どこ行くか分かんないんだけど、26、25分で飛び跳ねて、うわ、逆側か。あ、これこれ認められないかな、さすがにダメかな。なんだろうな、なんかの上にいるのかな。ここ登ってってんだ、この斜めのところ。そのふもとだね、30分は。で、上行った。で、おぉ !38 分の段階で、ここ3番の根元、足元を通って、2番の建物のあたりに向かってるはず。40分は、その中間あたりだろうな、多分。あとは映んないでしょう、おそらく。とりあえずじゃあ、これ10分目です。お願いしまーす。あ、違う。はい。OK、よろしい。まず一つね。これも取れたら送ってきて。私は電話線の迷宮で走り回ってるから。電話線の迷宮って何？方々に電話してるってことか。うん。続きまして2番、はい、早い、見事ね、着実に進んでるわ。私の方はあまりうまくいってないの。まあさっきの今だからな。あの新聞の編集者に連絡したんだけど、何か妙なことが起きてるみたい。彼らは出版する前に精査したって言ってるのよ。ほう、精査したって言ってるのよってことは、これは望まれた記事ではないの。出版社の人は知らない記事なのかな。そして認められるかどうか、賭けの3番、いけ。あ、いいんだよかったみたい。あなたが集めてる証拠はパノラム社の卑怯な先住人に対する唯一の反証なの。なるほど。俺はどうやらパノラム社と戦っているらしいな。知らない間に戦いに巻き込まれていた。はい、あとは40分、50分、1時か。それはちょっとわかんないんだけど、まあ3番のこの左下から進んだところっていうのはわかるね。それが40分目。で、50分目が多分2番の下あたりで、最後がわかんないな。OK。あとは想像で行くしかないが。まあどうにかなるでしょう。結構サクサク進んでるな。3番のこのカメラのここを進んでったんだ。だから確実に映すならこうだね。多分これで確実に映ると思うんだよ。もうちょっと引いとこうか。なんか結構引きでも大丈夫だ。これで、うん。で、2番のカメラはこの上か。これが1番のカメラの、じゃないな。最初に撮ったやつだ。こっちなんだよな。多分、この辺りで映ると思うんだよね。で、ラスト。どこへ行ったのか。こっちなのか、こっちなのかって感じだがな。かなり広く撮っておこうか。いやー、これ広すぎるかな。いや、これここなんじゃないかな。なんかここなんじゃないかな。そんな気がするんだけど。ちょっと一個だけ賭けに出て、なんか最後ビシッと収めたい気持ちがあるので。行きましょう。おそらく。行け！寄るよ。あ！
出どころを抑えましたよ。ここからスタートしてたんだ。あー、じゃあそこに戻ってったってことでいいのかな。 A、 はい、37分の段階でいますね。40分、ちょっと見えないな。あ、いいよ。あ、41。あー、このここの瞬間がいいけど、まあ、40分、ここだね。ここ3番のカメラで40分押さえました。そのリスが下へ行って、あ、やばい、うわ、50分の段階全然映ってないや、しまった。2番よりも先だな、かなりのスピードで駆け抜けてっちゃったな。あ、戻ってこないんだ、逆に。そっか、なるほど、最初と最後が違うんだな。必死に張って必死に張って、ただ0時00分の写真はいらないから、この右の写真はいらなかったな。まあ、とりあえずこれは OK でしょう。もしもし、完璧だわ。え、パーフェクト。私の方はちょっとやばいわね。うん、例の新聞の編集者はパノラマ社の友人を呼んだの。そして連中のホームチームが私の首を絞めてるところよ。恥知らずな奴ら。私のことは気にしないで。なんとかできるから。大丈夫かい？首絞められてるらしいぞ。とりあえず2番の右奥へ消えたのと、さらにその先へ消えた。50分1時。これを調べないといけないね。ここに来てちょっと失速してしまったが、とりあえず、2番のカメラの右奥へ消えたの。こっちだね。どこまで行くかな。実はこう押さえた方が良さそう。うん。え、あっちへは帰ってないのなら、こっちへ行ってるんだ、多分。こんな感じなんじゃない？もうちょっと円形でね、押さえた方が賢いだろうな。賢いやり方はもっと円形で、こんな感じで押さえるべき。うん、あのスピードだとな、40もう2、3分の段階でここ通ってったから、ここが40分、50分の可能性あるんだ、ここら辺が。で、最終的にどこまで行ったかって話。なんかこの木気になるな。ちょっと1番なんかこの木が気になったので、ここを押さえることにします。さあ、どう転ぶかっていう感じだが、あと2つ映ってればいい。行きましょう、夜号。まあ、まず1番出てきてるね。うん、45、46分、この段階で3番に映ってる。49、50、映ってなーい。えっよかった、保険の2つ、これ2番置いといてよかった。これです、いけるよね。よし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 。そしてこのリスが、うん、この橋を渡って、かわいい橋を渡って、56 57 58 59 60、ここにもいませんでした。どこ行ったんだろう、分かんなかったな。まあまあ、でもとりあえずこれは取れたから OK かな。もしもし、見事ね、あなたはまるで真の勇者ね。こっちの声は聞きにくいでしょうね。階段の吹き抜けから電話してるの。パノラマ社の重役たちが私のオフィスのドアを叩きまくってるのが見えるわ。コート来たか、実力行使。分かってる分かってる、何もかもコピーしたし、ここ出たら安全な場所に保管するから。大丈夫なのか、なんか直接対決みたいな感じになってるが、まあまあ
それはそれとして俺はやるべきことをやるだけだな。このカメラの右側、ここは通ってないんだ。だからここは通らずこっち通ってる。しかもかなり早い段階。この押さえ方をすると全部映る可能性はある。こっちもこっちで広めに撮っておこうか。で、最後どこへ行ったか難しいけど、予測するに、自由的にぴょこんぴょこんぴょこん。ぴょこんぴょこん。めっちゃむずいな。一番これは当たらなさそうだな。ちょっとこっからは根気のいる作業になるかもしれない。まあやるしかない。あ、ルルル。さあ50分から。いるね、3番の奥にいるね。2匹いる。おい、結局2匹いるじゃないか。ん？なんかここにいるんだよな、ずっと。あ、この木から出てきてる。2匹いたんだ。あ、さあ、いっぱいいる。めっちゃいる、リス。ちょっと待って、わーって出てきた。あ、なんか俺の…俺んとこめっちゃいる。何これ。3番囲まれてる、リスたちに。ちょっと待って、これ俺もういここにいっぱい置いていい？一日無駄にするけど。なんかリスたちに俺監視されてる。俺がリスを監視してるんじゃない、リスが俺を監視してるんだ。え、あの前回のさ、俺がリスに変身したんじゃっていうあれ正解だったんじゃない？まさに俺がリスなんじゃないのか。あのカフカの変身が、あのなんか冗談みたいなあの例えがなんかにわかに現実味を帯びてきた。めっちゃリスに監視されてた。俺はいいハンターなのかもしれないな。いいハンターってのは動物に好かれちまうもんなのさって言ってたよ、誰かが。俺はいいハンターなんだ、多分。だから動物に好かれちまうのさ。扉開けてたら入ってきてくれるんじゃないかな。よし、一応閉めとくか。いざチェック。どうしよう、これで開けてガチャッと開けて俺が向かってったらどうしよう。わあ、集まってきた。めっちゃ集まった。あ、集まってきた。すごいすごい。何これ、集会場になってる。みんなが見てるじゃん。2番の。これは一体なんだ？どういうこと？これを送ったらどういう反応されるんだろう？はい。一体何なの？全く意味をなさないわ。まあ少なくともこれだけは確かね。リスたちはあなたが好きなのよ。そういうこと？ちょっと待って、何か送られてきたわ。どうした？ん？ Oh no. 何よこれ。ん？これがどこから来たのか知らないけど、私たちの調査報告書のめちゃくちゃな下書きみたいに見える。署名は私？それにこれらはあなたの写真よ。でもリスが写ってない。何かすごくやばいわ。多分あなたももう安全じゃないと思う。すぐにあなたをそこから逃がさないと。そうよ、サイモンに電話するわ。え、待って、どういうことだ。ちょっと待って、1日目、何かの1日目が始まったんですけど。岩がちの斜面に来ている。一体何だったんだろう。なんか不思議なことが立て続けに起こったぞ。
写真を送ったはずの写真にリスが写ってなかったっていうのは、そのリスを消す加工はされてたのか、それともリスが見えてなかったのか、別の写真を誰かが撮って送ったのかちょっとわからないけれども、今回はここで終わりにしましょう。謎が謎を呼んでますが、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。